ケネス・マースはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、声優である。1935年、イリノイ州シカゴに生まれる。父親のソニー・マースは、ラジオやテレビ番組のパーソナリティとして知られていた。ノースウェスタン大学で学び、1960年代前半あたりからテレビドラマの配役などへ出演するようになり、キャリアをスタートさせた。ちなみに、 デビュー作は1963年のテレビドラマシリーズカー54ウェアアーユーだった。同年アクトワンという映画で映画デビューも果たし、1967年にメルブルックス監督ゼロモステルジーン・ワイルダー出演のコメディ映画、プロデューサーズではメインキャストに抜擢されている。ブルックス作品にはその後ヤング・フランケンシュタインへも出演した。 役者として順調にキャリアを重ね、その後も、ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード共演の、明日に向かって打て、や、おかしなおかしな大追跡など、映画テレビ問わず様々なジャンルの作品へ出演して、俳優としての格好たる地位を築き上げた。1986年に、アメリカン・ラビットの冒険や1989年に、ディズニー制作のセルアニメ映画、 リートル・マーメイドなどで声優として出演して以来、テレビアニメやアニメ映画、ビデオゲームなどで声優としても活躍した。1977年にバーバラ・ニューボーンと結婚し、二児の父親でもあった。2008年に水眼が発見され、その後たの部分に転移して3年後の2011年2月12日、ロサンゼルスの病院で死去した。75歳だった。ありがとうございます。